ジャトルフォースです。今日もデトロイトやっていきましょう。日付が変わりましたね。夜中なんですけど、画面からいってんなぁ。再起動。前回は、これマーカスですね。マーカスが、マーカスがね、だからレオ息子だったね、カールを殺した犯人として、疑われてしまってっていうところですね。はい、データ解析中、音声プロセッサー、音声データ破損で、続いてデータ解析、マインドパレスも視覚も破損していると。それから腕とか、ここバッテリーなのかな、全システム節電モードで稼働故障、シリウムポンプ長期、それから腕は OK、先っちょは何もない、足、あ、これだね、うわー、左足と右足のパーツ直立不能、これ完全に最後のシュワちゃんみたいな、ターミネーター2のシュワちゃんみたいな、出る足を取り替える、あ、そんなことができるの、はい、ハウ完全にターミネーター2を意識してるよね、これね。で、あれだよ。グレネードランチャーを取って、液体金属にぶち込んで、おいまあでも、こう都合よく足が落ちてる。ざますね。ステータス、サード、互換性あり。あ、交換できるんだね。OK。じゃあ、起き上がりましょう。あれだね、完全にもうターミネーターみたいになってるんですね、本当に。よいしょ。しかしまあこういう姿になっても平気で動けちゃうっていうところがやっぱりアンドロイドっていう感じがするよね。OK、じゃあ続いて左足いきましょう。これ片足でも立てるのかな、関係あるのかな。よいしょ、分析同期中、互換性なし、あー残念、これは違う、邪魔です。もう一つある、でもこれさ、お仲間じゃないの、やっぱりそうだよね、なんか表情がマジであのシュワちゃんみたいな感じになってる。 8427g、 OK、あ、他にも同じように廃棄処分されかけてるロボットがいる。しかしもうこれで刺してすぐにこう再起できるってすごいな。うわー、心臓というかコアバッテリーなのかな、ドク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 って。アンドロイドならではの世界っていう感じですね。うわー、こっち行ける、うわー、フラフラしてる。じゃあもう戻らない方がいいのかな。ここから来たよね。こっち行ける？行けちゃ、あ、行けないね。うわーってか、あれじゃん。完全に左胸に貫かれてる感じ。あ、でもないのか。いや、でもやっぱちょっと行ってんな。さっきと視界がぼやけないのがすげえ目にくる。これはもうダメかな。君はどう？会話できる？会話できなさそうですね。いいか。うわー、えぐいね。刺さってるね。おお、びっくりした。ホラーゲー。Place where we can be free. Find Jelko. Find Jelko.だいぶ戻ったね。これまた再び動き出すとかないの？なんかあれだね、千住柱間みたいになってるけど。うわー、もうビビったわー、マジで今の声で、ね、うわーうわー、デトロイトってホラー系じゃん。これあれだね、掴まれて無理無理されたら終わりだから、ある程度一定の速度でやらなきゃいけないよね。やっぱり
お前どこに行く？どこだっていいよ、これ。なんかアンドロイド同士も仲悪いのかな。ゴーさまよってるベータ、いろいろいる。あ、口だ。視覚ユニット、ポンプ調整器、音声プロセッサーを見つける。さっき掴んできた野郎どこだ。あ、なるほど、視覚プロセッサーがいかれてから席からこのファン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 するのか。それカメラだから関係ない気がするな。調べる。なるほど、こうやって部品をいろいろと取り替えるね。分析中、できて互換性なし、残念。まあそうそうすぐには見つからないよな。はい、よいしょ。君はどう？どうせ互換性なし、残念。君たちには用はなし。え、なんか動いてる。うわあ、これは完全に下半身が必要になってる。で、なになに？痛いわ、びっくりした。うわ、もうホラーパートじゃん。ホラー苦手なんだよね。調べましょう。あ、でも心臓がすごいキラキラしてる。オッケー。あ、私のおっぱい触らないで。ダメ。悪いけどサバイバルの世界は慈悲深く行くことはできない。これでも自分の抜いてしまっていけるの？あ、いけるもんなんだね。シャットダウンの機。やばいやばい、急げ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 、やばいやばい。よし、これでとりあえず元気にはなったな。心臓がバク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 してる。なるほどな、もうサバイバル世界だもんな。それは止まるよね。でも不思議だよね、ロボットだけど生きていたいっていう心があるっていうのがね。こうなんかやっぱプログラミングされたこと以外のさ、なんていうんだろう、プログラミングされてさ、あのこういう生き方以外はまあできないみたいなさ、なんかやっぱロボットってそういう使命とかがあるじゃないですか。それに逆らって自分の意思を持って生きたいっていうふうに思うっていうのは、まあ、なかなか進んだ世界になるってことですよね。まあ、実際のね、映画ターミネーターの世界とかだったらあれじゃん、もうビビらない、さすがに。映画ターミネーターの世界とかだったらね、あの2027年から、あ、じゃあ2029年と2032年か。そう考えても8年後あの世界なんだよな。まあそれを考えると、まあなんだろうね、意思を持たないロボットたちがこうね、戦い続ける、あの人間と戦うっていうのは不思議な話ですけどね。あ、これいけるんだ、青い交際。よし、ほっ。 Hello. Hello. I'm an AK700 Android. そうか。 I was designed to serve you. おめめちょうだい。My program has detected an anomaly. Please contact the nearest cyberlife maintenance. Okay. これでもうフリースローを外すことはない。100% 命中。いいね。視界が広がった。うわー、いろいろごめてんな。しかしまあここまでやっててボロボロ汚れないもんなんかね。これなんか定期的になんかあの廃棄処分のなんかあれが来るとかそういうのはないのかな。歩いてる。スキャン。ああ、なるほどね。調べたロボットとか調べてないロボットとかがあるところかな。あと何だったっけ？聴覚か。聴覚を調べなくちゃ。動機、ああ、音声プロセッサー、残念。で、その他には、あと耳がありそうなやつを調べるところかな。スキャンして、耳あった。ほい、お耳ちょうだい。電池切れかけだね。お、耳いけた。よし、互換性あり。よしよしよし。耳ってどうやって、えぐり取るの？ああ、なにこれ、これが耳になる。聴覚はどこに入れんの？
あ、入れるだけなんだ。OK。よし、ステータス全部安定した。服装以外はバッチシです。で、ここまで戻ったら、あー、なるほど。脱出しようとしてやってるんだ。だけど、なんかそろそろ、ちょっとやばい。これ急いで行かないとまとめて処分される可能性があるから、ちょっとタイムアタックみたいな、そんな感じなんで、タイムアタックですか、ね、あれ、あ、間違えた、めっちゃ X 連打した、まあ、X と Y が相変わらず逆なんですけどね。よいしょ、うわー、下でいろいろとやってるわ。よいしょ、みんなで生き残ろうぜ。あー、うそ、ここで誰か優しい手を差し伸べてくれる、待ってたよ、ロストワールドみたいにさ、崖からティラノサウルスに落とされた崖からなんとか這い上がって、そしたら助けてくれたみたいな、そういうオチはなかった、全部自力でした。いろいろとなんかこう人間じゃない世界を考えさせられるっていうところだよね。で、ここでいやー、叫んでる、ショーシャンクの空に。やる？やらない？やる？やらない？調べる。あ、記憶を掘り起こしてんのか。自分が、え、マーカスって、あ、そっかそっか、警官に撃たれた。あれって、警官に撃たれたのってどこ撃たれたんだろうな。これで、どうする気？まさか。あ、ちょっと、よいしょ。うわー、そういうことができるんだ。はあ。あ、外すと、え、そんなことできんの？外したらどうなるの？記憶なくすから自分が何者かがわからなくなるじゃん。すげえいい体してる。お、なくなった。え？そうすることで人になれるの？どうなるの？めっちゃいい腹筋してんな。あの、うっすら腹筋ボディを目指したいよね。その、あの、なんか、バッキバキじゃなくて。うまいです。人間どもへの復讐の時間だ。かっこいい。懸賞金7800万ベリくらいありそう。以上かな。あ、ですね。6、あ、これでも 68% なんだ。あ、じゃああれか。まだまだ、あの、調べられる、その、パーツの人たちがあったんだ。なるほどね。そっか。もっとゆっくりいろいろと探しとけばよかったな。そっか。その、調整器も違うやつから取ることもできたってわけですね。なるほどね。OK。まあ、とりあえず死の淵から復活したマーカスが、今後一体どういう展開を見せていくのか、今から楽しみでございますが、また次回のパートでお会いしましょう。それではお疲れ様でした。バイバイ。